ちももっち。今回は岡山県の北東部勝央町にある岡山ファーマーズマーケットノースビレッジにやってきました。ここは農業をテーマにした交流体験型の農業公園で、広大な敷地の中に農業を体感することのできる施設がいろいろあるんだよ。季節に応じた農作物の収穫体験や、収穫した農産物を使った手作り体験もできるんだ。そこで僕も手作り体験に挑戦。岡山県北の特産物サクシューグロを使用した黒豆ジュース&シャーベット作りを体験したんだ。じゃーん、完成。美味しそうでしょ。またここには元気くんっていう牛がいるんだ。この牛は台風で吉井川の濁流にさらわれ、海まで90キロメートルも流されたけど、奇跡的に助かったんだ。いつまでも元気でいてね、元気くん。他にも園内にはウサギやヤギなどの動物と触れ合えるふれあい動物園に、尾根のアスレチック、ログハウス風のロッジなど家族で楽しめる施設がいろいろあるんだ。ロードサイドマーケットには新鮮な野菜や園内で加工された商品に地域の特産品などが満載。どれも美味しそうだね。広い敷地で楽しめるいろんな農業体験、おすすめ。